皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの刺身です。あぼあぼ。こんちゃんです。はい、ということで、はい、今回は、はい、また新企画でございます、これ。はい、今回ラウンド動画になってるんですけど、はい、今回は以前ね、僕らね、あの生放送で、はいはい、どっか行ってほしいゴルフ場ないですかって質問を、まあ、視聴者の皆さんにしたんですけど、それで、集まった声が多かったのが、はい、随園カントリークラブに行ってほしいと、はい、石神戸、石神戸コースね、はい、はい、でやってきてしまいました。ましたついに皆さんのお待たせしましたと。お待たせしました。でこちらのコースねすごい綺麗で、はい、で今日もまあボンちゃんがね無理やり許可取ってくれたんで、はい、ご了承したんで、はい、っていうのは嘘でっていうのは嘘で、随園カントリークラブ様の、はい、ご好意により撮影させていただくことになったんで、はい、今回はその随園カントリークラブの、西神戸コースを2人で、はい、またねちょっと原点回帰ということで、はい、ちょうどマイゴルフも始まって1年ちょいなんで、はい、2人で、はい、皆さんの声が多かったこのコースを、まあ、どうやってプロは攻略してるのかと、はい、まあ、主にマネジメントメインの、ね、はい、動画になっていくと思うんで、まあ、コースのこう攻め方戦略とかをこうメインに話していきたいなと思っておりますので、はい、まあ、そこに注目して皆さんぜひ、ご視聴ください。はい、というわけで、今回も早速やってまいりましょうか。はい、では皆さんご視聴よろしくお願いします。随園カントリークラブ西神戸コースの1番ホールパー4です。はい、ボンちゃんはついに変えました、ドライバーとスプーンを。初なんでね初でしょ。あ、まあまあ動画上はね、動画上初なんで。何回か回ってるやろ。でも2回かな回って。手応えあるんで。手応えあるらしいっす。刺身超えちゃうな。ほんまかいな。はい、コースは一応こんな感じですね。左のバンカーまでここから268やから、まあちょっと上からなんで278ぐらいかな。からまあこの中で僕らは、コース幅が一番広いところを探すんですよね、基本。だからまあこのすごい飛ばしたらへんか、まあこのバンカーちょい手前ぐらい、ちょい手前ぐらいが一番ベストかな。300打つか270ぐらい打つかみたいな感じですか。そうですね。だからまあレギュラーティーやったらもうそれのマイナス20ぐらいですね。200、まあ340で置いとくか、まあロングヒッターの人やったらもうちょい飛ばすかですね。そんな感じかな。ああ、まあ狭いぞ。ちょい右狙いって言われたけど右がないように見えるな。うん。ボンヘギーの設計は。ボンヘギーやるの。ボンっていう名前がつくやつはなかなかやるから。癖強い。やる気はないけど。はい、見た目はこんな感じ。結構狭く見えますね。だからまあ右はちょっと広がってるんかな。やってまいりましたよ、ボンちゃん。一番ホール。で、今回なんですけど、僕らも実は初めてなんですよ、ここ。はい。だから、まあ正直、そんな無理はしないと思います。はい。無理せずに、こう、まあ攻めていくっていうスタイルを、まあ皆さんにお届けできればなと思ってるんで。はい。あ、でもできるだけこうボンちゃんと俺やることを変えた方がいいやな。まあ多分勝手に変わるし。確かに飛距離もちゃうからね。でも同じことする時もあります。もちろんもちろん、うん、パッと立った印象どうすか、このホールの。いや狭いっすね。見た目だけやろうけどね。なんかバンカー左ぐらいに打たされそうな、うん、打ちたくなっちゃう雰囲気出てますよね、このホール。なんか飛ばしたら右拾いらしいんですけど、まあでもこれ初見でいきなりこうドライバーでちょっと右サイドあのキースレスするぐらいパーって打っていくのは結構リスキーかな、うん、リスキーっすね。もし行ってみて広かったらやってもいいかもしれないですけど、まあでも出だしっていうのもあって見えるとこに置いてるっていうのが無難そうやね。いきなり朝一勝負かけんでし急に朝一バーディー取ったかってみたいな。でも欲しいですよね、バーディーは。バーディー欲しいけど、でもなんか攻めることがバーディーにつながるかって言ったらそうでもないかもしれない。右の木もちょっと低いから、うん、バーンと右行って戻ってこなさそうな感じやしね、うん、今いる人ぐらいかな。そうですね、あの人ぐらい。だからあの左のバンカーまでおそらく270ちょいぐらいなんで、ここからね、うん、だからとりあえず2ユーで250ぐらいをあのバンカーに向かって打ちたいかなと。250打って、まあ、残りが120ぐらい、うん、120、130、まあ、240ぐらいでも残り150以内やったらええかなっていう感じ。そうですね。で、まあ、こういう時に注意してほしいのは、あんまり左を向きすぎないように注意してほしいですね。
右が見えないからといって。そう、右が怖いからって言って、はい、左に向きすぎる、例えばカート道向きすぎると、お前も動画で言ったんですけど、こう向きすぎてこのままじゃちょっとやばい、左行きすぎるなって思ったらちょっと抜くんですよね、はいはい、人間の体が反射神経が反応する、はい、で抜いたらこう右伸びいっちゃうみたいなっていう可能性が出てくるんで、まあこういう時はしっかりちょっとポイント、まあバンカーの真ん中狙いとかやったら、もうしっかりバンカーの真ん中向くことを心がけてください。はい、というわけでいきましょうか。お願いします。僕からでいいですか。どうぞどうぞ。お願いします。完璧。出す言ったとこやったね。よいしょ。あんな感じですね。はい、うまくいった、よかったよかった。さあ、ボンシ、ボンシはそれ何番ですか。 EU。 あ、一緒やん。で、でも刺身さんより飛ばないんですよね。おう、僕多分200、230しか飛ばないけど、うん、スプーン持つと200、まあ当たっちゃったら入るかもしれないんで、はいはいはい、それがちょっとまだわからないんで。なるほど。ギリギリまで打っちゃうよりかはもう確実に、はい、ちょっと距離残ってもいいから、まあ、出だしはパー、はい、ちょっとリズム、はい、大荒れしないように。なるほどね、はい、2U でちょっと距離残ってもいいんで刻みます。はい、狙い目は一緒で。了解です。あ、素振りワンペないで今日。素振りせずに打ってもよっぽい。お願いします。お願いします。おい、回すね。オッケーオッケーオッケー。ヒヤヒヤした。ちゃんと戻ってきてくれるんかって思った。ナイスナイス。さすがにやっぱ2週間ぶりやで、ね、カマとの距離感がわからんだとか。ボンちゃんね、お子さんも生まれたから忙しいから全然練習いけてないみたいですわ。じゃあセカンド言いましょうか。こんな感じなんや。あ、でも右やっぱ狭いですね。右やっぱ狭かったっすね。相当飛ばさないね。うん、だからまあ僕らはこう今日ちょっといいとこ打てましたけど、もっと左のラフとかでもいいかもしれないですね、これぐらいやったら、ね、正直俺のがこれかも。はい、ふわふわやな。さあ、ボンちゃんは 2U でここに刻みました。ちょうど150で、さあ、ボンちゃん何番ですかね。150で、ちょっとボール濡れてるんで、はい、ちょっとこうちょっと見ましょうか、はい、あ、ちょっと 地面ぬかるんでるし、はい、ちょっと変に飛びすぎると嫌なんで。え、濡れてる時はやっぱあれっすよね、フライヤーかかったりするんですか。ちょっとしますね、はい、僕もしますね。で、さっきグリーン見たら全部受けてるんで、はい、まあ、奥行ったらダメなとこはピンより奥と、うん、右バンカー、うん、それ以外左とか手前は OK かなと思って、はい、打ちます。はい、風は風吹いたらフォローかな。9番で、はい、うまいぞ。おい、ナイスオン。右バンカー入りかけとったけどな。エコショットですね。エコショット。俺はうまいよ。皆さん、ボンちゃんの球見えますかね。はい、あそこです。お、結構吹いてんね、風。これはね、124なんですけど、はい、この、まあ、アプローチウェッジ、僕120ヤードしか飛ばないんですよ。はい、で、ピッチングやったら140、まあ135ぐらいマックスなんですけど、はい、でも、ここやと、まあ、ボンちゃんの言った通り、あんまり奥行きたくないなと、はい、いうのもあって、で、風がフォロー。はいはい。で、だから、アプローチでフルショットしたら、まあ、マックスフォローめちゃめちゃ乗ったとしても、まあ130ちょいぐらいしか行かないんで、はいはい、まあ、奥には外れないかなと。そうですね。奥の、グリーン奥に外れることはまあないかなと。ついていってもピン奥に着くぐらいな感じでね。そうですね。本当に当たっても、まあピン奥ぐらいなんで。はい。まあこれやったらしっかりこう振っていけるかなっていう。はいはい。思いでアプローチ。はい。で、まあ120ヤードしっかり打つように心がけます。まあピンの左からちょっとフェード目で攻めたいですね。理想っすね。はい。ピンの1ヤード左ぐらいに送ってくれれば。
左手だ。いやー、うまいよ。ナイス。弱い。あ、戻ってきた。うわ、めっちゃ持ってる。結構受けてるんか、あれ。でも、まあ、行ったらダメだとか、グリーン奥と、右バンカーやね。ちょっと風やんだんかな。やめましたね。やっぱ思ってた通り、そんな難しいアプローチは残らないですね、手前やと。ただ、こうやってね、まあ、あの、ピッチマーク、これちょっと上級者向けになっちゃうんですけど、こうピッチマークをこうやって、まあ、ピッチマークは直せるんで、グリーン乗ってなくても。直した時にこうやってグリーンの硬さをちょっと、はいはい、手の感覚でこう分かることがあるんで、ピッチマークは直した方が得かなと、ね、ファーストバウンドがね、そうですね、ファーストバウンドでこう硬かったらこうバーンっていっちゃうんで、ラインも良好ですね。こんな感じ、ライン順目のちょっと細めのラフですね。はいはい、もうこれは何も考えずちょっとスライスラインかな。はい、スライス上り、グリーン柔らかいんで、まあちょっと低めの球で、左足上がりはあんまりフォローをこう大きく取りに行かない方がいいアプローチができます。はい、入るか。ありがとうございます。ナイス。さっき入れちゃいますが、はい、やっぱり攻め方も間違えなかったらそんな難しいことにならないですね。はい、まあまあね、120ヤード正直乗らなかったのは、はい、ちょっとどうかと思いますけどまあ一番はね、はい、まあ、でちょっとずつリズムを作っていけたらいいと思います。ナイス。まあまあ、あのグリーンを外したからって言って焦ることもないし、冷静にね見たら簡単なアプローチなんで、あんまりこう乗らなかったことに対してあんまり自分に否定的にならない方が、まあああやっていいアプローチができたりとか、ナイスプレーにつながるんで。さあ、ボンちゃんどうすか。チョイドッグ、カップ2個ぐらいかな。うん、3個。上りは3個ないか。上りはないかも。まあでも2カップ右に打てたらちょっと上り気味になるさ、ね、じゃあもう行っちゃってください。朝一いいっすか。いいっすよ、もうそんな遠慮せんで。もうええよ、もうマネジメント見したって、もうプロのマネジメント。来た、惜しい。北神戸それコンペの場所な。いやー、これ曲がらんかったね、最後曲がらんかったっすね。まあナイスパーです。なんか読み通りちゃん、でも思ったところには打てたよね。はい、よし、まあ朝一なんでね、ちょうどいきっす。ほんまか。いや、まあまあ、でもあれでね、全然上出来。いや、あれで気持ち落とさんのが大事ですよね。そうそう、こういうとこをちょっと学んでいってほしいな、うん、あれで気持ち落とすともったいないんでね、せっかくいい感じでいってんの。こっちもね、合ってたんで、うん、よかったっすね。まああれも結果は入ってないけど、ナイスパットですよね。ナイスパット、読みがちょっとちゃうかっただけ。はい、行きました、2番ホール。おお、これは狭いぞ。はい、コースはどこもこんな感じ。20ヤードから飛べば飛ぶほど狭くなってるコースですね。はい、220で右のバンカー越える。こっからやから20ヤード後ろやから、240で右のバンカー越えるかな。左のバンカーは260ぐらい。260ぐらいね、打ち上げもあるし。じゃあもうここはドライバーね。お、そうなの。行くわよ、打たんだ。コースガイドより相当狭く見える。いや、そうやで。え、これは狭いよ。これは狭いよ。先ほどのホールね、あの正直、125ヤード乗らなかったのはショックなんですが、はい、あ、でもあれであんまりこう気持ちをね落とさないようにしてほしいですね、はい。まあ皆さんがもしなった時も、そうですね、例えば100ヤード乗らへんかった時も、まあ、あんまり気持ち落とさんと、まだそのホール続いてるんで、はい、僕やったらまあ乗らなかったのはしゃあないと。でまあ、それであんま自分を責めないことによって次のアプローチにつながっていくんで、はい、あんまりあそこで気持ちを落とさないように皆さん心がいてください。はい、さあ2番ホール来ました。はい、これ見た目結構狭いです。結構狭いですね。はい、で、あの右のバンカー越えが240。あれはじゃああんまり関係ないですか。
いや、あ、モツクラブによる、うん、モツクラブによるかな。で、左のバンカーまで260ぐらいなんで、はい、ちょうどね、やっぱバンカーに入りたくないんで、あの240と260の間を打ちたいですね。250ぐらい。250。はいはい。だから今ちょうどフォローなんで、僕2U で240から50ぐらいで打って、はい、多分これでちょうどいいと思うんで。はい。まあでももう最悪左のバンカー入ってもいいかなって、OK、こんな感じでやっていきましょうか。おー、狭い。傾斜完璧やな。いいね。いいっすね。ど真ん中。あざす。あぼ。ボンちゃんはドライバーですか。ボンちゃんドライバー。久しぶりが言うと、あの250がに落とすっていうクラブがちょっと中途半端なんですよね、僕。ああ、なるほど。スプーンでちょっとこう押さえたような球になるんで、はい、スプーンってたまに押さえても当たったら飛んじゃう時あるじゃないですか。はいはい。まあ、それをちょっと注意して振るぐらいやったら、もう僕はドライバーで、うん、左バンカーの先、はいはいはい、逆にそれドライバー持つことによっても右バンカーは消えるんで、そうですね、左バンカーの先ぐらいで、刺身が出たみたいに左バンカー入ってもいいかなと思って。なるほど。打っていきたいと思います。 OK です。まあ、バンカーはねスピンも効くんでね、一応そうですね、スピンにラフよりいいかも。うん、ナイスナイス結果オーライ。あの彼からしたらあれ多分チョロっす。ええ球やった。ええ球やったね。でもチョロボール。そうなの。いや全然結果オーライ。いいショットなんてほとんど打てへんからね。おお、そのメンタルいいっすね。そうなんですよ。やっぱあのアマチュアの人結構あれやったら当たりが悪いって言ってすごい、ね、言うじゃないですか。あかん言わんのって。それであかん思わん方がいいですよね。そう、いい球はほとんど打てないから。まああれはあれでボンちゃんなりに、うん、ボンちゃんの体が多分反応して調整した感じですよね。で打つ前に右バンカー以外やったらいいって多分言ったと思う。はいはいはい。ダメなのは右バンカー入れること、うん、それ以外やったらね、どうにでもなる。まあ OB もあかんけど、ボンちゃんチョロでここに来ました。僕は刻んだ。あ、2位で刻んだんですか。あ、それ1番か。そうです。で、ドライバーでやっぱ言ってた通り、ちょうどこのバンカーとバンカーの間。157。打ち上げゴム。風はフォローやな。157なんで、はい、フォロー吹いてるんで150ぐらいのクラブで9番アイアンでフルショット、はい、したいと思います。ちょっとギリギリ弱いんですけど、うん、コースのグリーンの傾斜みたいな奥からこう手前に傾斜が受けてるんで、まあ、手前目に、まあ、マックスで OK かな。さっきの俺のセカンドと一緒やね。マックス行っても奥に外れない距離、はい、8やとね、ちょっと、うん、奥怖いよな。ちょっと飛んでいくと、フォロー乗ったら。おお、ブーマーシャよ。風乗れ。オッケー。あざす。いいね、切れてるね。プレーオフみたい。日本オープンのプレーオフ見たらしいです。テレビでやってたらしいです。切れたわ。さあ、僕はこちら152ヤード。まあライは良好。はい、左足上がりちょっとだけかな。はいはい。気持ち、まあでももうこれくらいはほぼないようなもんだ。あんまり考えず。ピンまっすぐ狙う感じですか。いや、なんかね、ちょっと風右からのフォローっぽいんで、はい、ピンの1ヤード右ぐらいかな。ピンちょい右、ピンのちょい右を目標にして、まあそこに向かってフェードを打っていく感じですか。はい。僕はもうフェードヒッターフルショットしそうやった。あんな152ヤードなんで、はい、9番やんで、はい、ちょっと距離余るんでコンパクトトップでフィニッシュまでは一緒で、はい、トップを、まあ、70% ぐらいにする感じ。いい。あ、こんな右からしてなかったの。ちょっと右ですね。
アイアンがあかんな。ちょっと風がなんか読みにくかったっすか。そうでもない。いや、ちょっとちゃうかも。思ってんのと。天気のあれで、ちょっと不安定やな。あ、でも、まあ、安全な方には打ってます。はい、乗ってますね。今のグリーンやったら、ちょっと左、ピン左寄りなんで、はい。まあ、右側の方が広く使えるんで、はいはい。まあ、力でいいかなっていう感じです。まあ、でも、ちょっと難しいとこ切ってますね。あんまりこのピンで奥行きすぎても。そうですね。この、例えば、まあ、ちょっと出ちゃって、まあ、バンカーとか最悪やし、この辺のラフからの下りのアプローチも、ちょっとね、ピン越えたら、すぐ下っちゃうんで、はいはい、まあ、どっちかというと、やっぱこっちからのパターを打つ方が、まあ、メンタル的には楽かなと思う。楽ですね。はい。まあ、こんな感じで、ちょっと手前目でしたね。あ、僕、あれやな、奥から戻ってんな、あれ。うん、ちょっと戻ってきちゃいました。まあ、でもこんなもんかな。もんちゃんもここから戻った。ここまで行ったってことは、はい、いい感じで打ててますよね。手前目なんでね。うん。前目で OK としてたんで、まあ上りのパッドこれ打った方がメンタル的にもあんまりしんどくないかな。さあスラかなこれ。そうですね、さすがのドローヒッターでもこれはスラですね。また今日パター変わってますね。やだ。しっかり打った。うおー、うまい、ナイスタッチ。うまい。うまいやん。ドヤ顔止まってんけど大丈夫。先です。はい、どうぞ踏んでください。別にいいですよ。いや、重いからな。ナイスパー。あら、いいね。こうやってゴルフするんですよ皆さん。さあ、これも上り。はい、フック上りで結構しっかり打つんです。打つんで、最初ら辺のフックはちょっと薄めかな。最後フック、いいよ。うわー、オッケー。ちょっとこうありますね。そうやね、カップのとこのラインだけちょっと難しいな。ナイス。まあ、ナイスパーじゃないでしょ。ナイスパー。ありがとうございます。まあね、これやったらまあパーは割と楽に取れるんで、はい、奥行くよりね、つまりいいんじゃないかなと。あれね、セカンド奥行ってたらもうバンカー入ってとか、そうそう、いろいろバタバタするんでね。まあできるだけね、バタバタせえへんよ。はい。で、まあ、こう、1、2番ホールか。まあ、ショットの、これでね、調子とかがどんどん良くなってくると思うんで。はい、まあ、3番ホールぐらいからね。まあ、準備でき次第かな。はい、自分の中で。はい。こう、動き、体が動き出したなとか、そうそうそう、ちょっと雰囲気をつかめてきたなっていうのね。なったら、どんどん狙っていったらいいと思います。はい。それは、皆さんレベルに応じてね、自分のあれがあると思うんで。うん、はい。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。